ディエゴ・マリーニョは、スペイン B の出身のサッカー選手。スポルティングで基本所属。ポジションはゴールキーパー。14歳の時に、ビジャレアル CF の下部組織に加わり、下部組織のカテゴリーを順調に昇格していった。2010年夏に、西軍ダディビシオンのビジャレアル CFB に昇格すると、2010年8月29日、2010から11シーズン開幕戦の、 レアルバリアドリード戦でプロデビューを飾り、同シーズンは38試合に出場して、セーグンダリビシオン B 降格回避に貢献した。2011年5月22日のグラナダ CF 戦ではオーンゴールを記録している。2011から12シーズンもレギュラーポジションを維持し、リーグ戦では本来ならば残留圏内の12位でシーズンを終えたが、トップチームが、 セグンダ降格となった影響で、ビジャレアル B は自動的にセグンダ B 降格となった。2012年夏、トップチームでレギュラーの座にあったディエゴロペスがセビージャ FC に移籍したため、新しくトップチーム監督に就任したフリオベラスケスはマリーニョをトップチームに引き上げた。2013年7月、レアルバリアドリードへ移籍。2016年7月、 スポルティングで基本へ移籍。2008年8月18日の U-19、ウクライナ代表戦で U-19 スペイン代表デビューし、2009年7月までに6試合に出場した。2009年には U-20 スペイン代表として1試合に出場し、2011年2月8日の U-21 デンマーク代表戦で、 u マイナス21スペイン代表デビューした。ルイス・ミジャ監督によって、同年にデンマークで開催された UEFA u マイナス21欧州選手権に出場するメンバーに選ばれると、本大会ではアトレティコ・マドリードのダビド・デヘアの控えを務め、チームは3度目の優勝を果たした。2012年にはロンドンオリンピックに出場し、やはりデヘアの控えを務めたが、チームは グループリーグ敗退に終わった。ありがとうございます。